ルーバヤーバウアーは、1880から1890年代に、活躍した、アメリカメジャーリーグの野球選手。主なポジションは二類種。ペンシルベニア州、エリー生まれ。右投げ左打ち。二類種として、当時高い評価のあった選手で、1891年に、ピッツバーグアレゲニーズが彼をこっそり引き抜いたことで、非難され、チーム名を、 パイレーツに変えたというエピソードが有名である。1886年、20歳の時に、アメリカンアソシエーションのフィラデルフィアアスレチックスに入団し、その守備力を買われ、レギュラーの二類種となった。一年目は二類種として133試合に出場し、視察数380、400を超える、補殺数を記録した。 3年目の1888年には、補殺数が、リーグ最多、翌1889年には472もの、視殺を記録した。打撃面では1年目こそ振るわなかったが、4年目には、打率、304、100打点以上を上げる活躍をした。1890年にプレイヤーズリーグが創設された、サイ、モンテウォードが率いるブルックリンワンダーズに参加する。 この年は、キャリア最高となる128得点、180、アンダーを記録し、リーグ最多の併殺を取るなど攻守に活躍を見せ、チームは、リーグ2位の成績を収める。プレイヤーズリーグが1年で消滅した後、1891年に、バイアーバウアーが契約したのは、ナショナルリーグに所属していたピッツバーグアレゲニーズだった。しかし以前所属していたアスレチックスは、 プレイヤーズリーグ破綻の後、バイアーバウアーがチームに戻ってくると考えており、この遺跡を結びと行為だと非難した。当時アメリカンアソシエーションとナショナルリーグの間には、両リーグ間で選手の引き抜きをしないという協定が結ばれていたのだが、アレゲニーズはバイアーバウアーの遺跡を解散したブルックリンとの間の遺跡として処理をしていたようである。 同年2月14日の連邦管理委員会の裁定によりこの遺跡は認められることになったが、スター選手を失ったアスレチックスは1891年のシーズンを迎えることなく破綻してしまい、また非難され、開き直ったピッツバーグのオーナーは、これをきっかけにチーム名をアレゲニーズからパイレーツに変更したと言われている。パイレーツに席を置いたバイアーバガーは、 1892年には555、物補札を記録するなど、遺跡後も二類種としての高い守備力を見せていた。その後、1896年オフに、パイレーツから、セントルイス・ブラウンズに移籍し、1898年を、最後にメジャーリーグから引退した。1926年に、故郷ペンシルベニア州にて死去。数字の後のは、 記録不明箇所があることを示す。https www.mlb.com プレイヤールービルバウアー -11981 プレイヤーズリーグを介した同様の引き抜きとして連邦管理委員会に訴えられたケースはバイヤーバウアーの他にボストンビーンイーターズが同じアスレチックスの強打者だったハリー・ストービーを 移籍させたケースと同じく1891年にパイレーツに移籍したコニーマックのケースの計3件である。ありがとうございます。